に思いを馳せるそれはどこかふるさとを思う気持ちに似ています楽しかったあの日涙を浮かべたあの時そして大切な人の笑顔懐かしくも鮮やかな記憶は未来へ向けて歩む私たちの心の糧 昭和を紐解くたびに出かけましょうサンスター文化の泉ラジオで語る昭和の話この番組はサンスターの提供でお送りしますご機嫌いかがですか宮崎よし子です石澤のりです私先日ね、はい、しし久しぶりに、うん ククラシックのコンサートに行ってきたんですよ<ー>もう何年ぶりかという感じなんですけれども「クラシックキャラバン2022」ってその、うん、まあコロナの間、うん、クラシックの演奏家の方や、はい、オーケストラの方もなかなかその場がなくて大変だったらしいんですけれども。 その演奏家の方がオーケストラ既存のオーケストラの枠を超えて皆さんで集まって特別ないいろろななグループがですそうんよ編成をしてそこで一般のマニアとか詳しい方じゃなくても楽しめるような間口の広い合宿コンサートをやってくださっていて既存のものではないのでオーケストラの団員の皆さんが男性はねお決まりの黒のあれなんて言うんですか シードのようなって尻ビ服なんですけれども女性がねそれぞれご自分のドレスで色とりどりでねあんなの初めて見ましたなんかこう青剤風のものだったりキラキラがいっぱいついてたり花柄だったりちょっと想像してみてくださいもうんか本当にこうおもちゃ箱ひっくり返してるんうだから演奏と同時にそういうものも楽しめました。クラシ っていうとなんか硬いイメージがあるかもしれませんが、そうじゃないんですよ。皆さん自由に楽しみましょうということなんですかね。それぞれ個性的で、このコンサート自体はあの私が行ったのはまあ東京の公演でしたけれども、まだまだあの全国でこれからまだキャラバンっていうくらいですかね。そうなんですよ。だからあの皆さんのねお近くのところでも開催されるかもしれないんでぜひ音楽とともにそれぞれの皆さんがどんな いやお召しんでね装いて、はい、い,いらっしゃるのかそ,それも楽しみということですよね。ですよねあの。それで一つ思ったのは、うん、あ出かける私ももうちょっとおしゃれしていけばよかったなっていう、うん、なんかそういう場所って、うん、そんな楽しみもありませんかそうですよね <laughs>、はいうん、しかも肩肘張らなくていいんですよっていうね。ねー。<ー>いやー なんかこう久しぶりにこう着るもの大事かなと思ったんですが、うん、大事だと思いますよこれからおしゃれにもいい季節がやってまるいります今日はそういうわけで「ですね、うん、ファッションから見た昭和の時代」というテーマでお送りしますいや確かに歌は世につれ世は歌につれっていいますけども、うん、着るものもももの時代とともに変わってきますすんねねそうですよ、ねうん、石澤さんはあの、うん、とてもおしゃれでいらっしゃるのでいいファッションにも関心がねいやいや そんな何が何が <laughs> どうしてどうして <laughs> 今日ね実はのお互いちょっと苦手な分野かもしれません、うん、ちょっと緊張してますよねそうなんです、うん、しかも今日のゲストがね、うん、えー、の方なんですよあの歯にぬきせぬ辛口トークということで知られる、はい、ファッションデザイナーの方ですよね <laughs> あの方ですうん、うん、どうぞ最後までごゆっくりお付き合いください、はい、今日は ファッションから見た昭和の時代と題してお送りします。ではゲストをご紹介します。ファッションデザイナーのドンコニさんです。どうもどうも <laughs> 本当に楽しみにしていました。いやこちらこそです。ちょっと緊張しておりました、ねね、やっぱり色とりどりな、うん、カラフル。はい。今日もカラシ色の。そうなんですか。帽子から。 そうですね。そしてあのお召し物の色何色入ってますかね。ああこれねシルクのプリン大単なの、大単の。あっ色ちゃシルクですかあのバンクまで可愛らしいのスヌーピーですか。あそうスヌーピーですね。うん。まあキャラ好きってわけじゃないんだけど、僕って不思議なんだよね、まあ実年齢っていうか世間一般の考えとちょっと違う年はあまり気にしないの。うん。 これだって普通もっと二十代ですよ。えだと思います。うん、うちの孫はですね、十九歳でこれをくれくれうるさんですからね。言うでしょうね。うん。あげない。こ <laughs> かなっちゃってね。もうちょうとうちの四十八なるうちのあの子供が明らかにってるよ。うん、<laughs> あの年頃ってこういらないんだよね。<laughs> なんで七十いくつのじじと孫がバッグのトレーニングだみたいなね。<laughs> 楽しい。うん、でもそんな古井さんから、うん。 人のファッションを見ればその人の性格やその生い立ちまでわかるっていうようなことがうん、うん、そ何かのインタビューで聞きましたけどもう未だにずっっと思ってますよは政治家のファッションチェックなんかもしてまして、うん、まあ連載でもう二十何年やってるのもそうですけど、うん、もうね見るともうこの政治家は怪しい。うん、絶対こいつの靴とかこの,このネクタイ何々見てても。うん こいつはね、国民の方を見てない。分かっちゃうんですね。大体違う方を見てる。欲の方を見てるこいつ。と思うと、大体一年二年後にやって問題起こします。ほらほら。本当に見えていますよ。小西さんそのままの右側をごらん。どうしてこっちに目線送らせるんですか。いやいやいや分かりますよ。誠実風。多分テーマ誠実でいきたいんでしょうね。でも今小西さん誠実風って言いますからね。 あのね、誠実なことね面倒、うん、くさくないですからね <laughs> 息詰まっちゃいますからでもやっぱりそういう見,見方あさあまあ正当派だそうだそうですね。だそう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 だそそうだそ あ金ボタンの。そうね、あのお,おしゃれっていうかね、ジェントルマンっていうか。そうなんでかちょっと昭和の香りもするし、<ー>おしゃれなのか、うん、進歩がないのか,どかないけど。もうね、今日私無口になります。一 <laughs> つ宮崎さんお願いします。あ、でも、これは私がやらなければいけないですね。す <laughs> はい、ドンコニチさんのプロフィールご紹介いたします。昭和二十五年、千九百五十年、三重県の大丸です。 フィッチ吉行、小西などのブランドを手掛けられて東京ニューヨークミラノでコレクションを発表するなど世界でも成功を収められましたまたシドニーオリンピック日本選手団公式服装選考委員会の委員や財団法人日本ユニフォームセンターの理事を務めるなど日本を代表するデザイナーとして活躍バラエティ番組にも多数出演されて、うん、ファッションチェックのコーナーが人気を集めました。うん まあね、小西さんというとファッションチェックって今思ってしまうんですけれども、うん、そもそもまあデザイナーでいらっしゃるんですけれども、うん、お小さい頃からあの洋服に携わってそうですねやっぱりうちはね父方が医者だったんですね。 うん、でもう学者ですよねで母方が呉服屋だったんですよほん,、うん、んでやっぱり聴き方は一生懸命こっち持ってこう持ってこうとしたんだけど、うん、そんな偉そうにしてさ、うん、もうそういうふうに全く興味なかった、うん、で「医者」っていうだけでわーっと思っちゃうのねでやっぱり呉服っていうのはなんかいつも色があって、はい、柄があって、うん、わわあと思ってなんかちっちゃい頃はすごく感激してた。うう遊び場所はいつもだから、あの、 ほら倉庫とか倉庫っていうかね蔵だ、うん、蔵とかねそれと店頭でこう見て帯とか綺麗なこな色彩の着物なんか見て育てたのまあだいまだに野,野球のルール知らないみたいなそういうのあまり関係とかやったことなかっ,ったですね。 でもその溢れるようなね色彩の中で育って、うん、でそのまま洋服の道へという直結してるんですか、うん、いや,やっぱりなんかね僕はこう人が押し付けられ人に押し付けられたりとか、うん、終わっちゃったことを紐解いてどんどん暗記していくとかそれだけだった、うん、だからなんかこうなんかこう人に感動を与えたいよね翔太さんだたねだ建築家とかなんかやっぱりこう作家さんとか。 彫刻家とか、そういうことやっなかった。うん、クリエイティブだね。新しいもの作って。いくだね。あと自分の存在っていうもの絶対、生まれたからには残していこうというのだった。わそう、最初から、その、あの思いがとてもね、伝わってきます。自分だと、で、それを表現するのがもうファッションだという。そうね、もう、それでもう、今、それしか表現できないのでね。さてさて、今日は。 ファッションから見た昭和の時代というテーマなですけれども昭和の時代ファッションがこう大きく変化した時期うん、うん、そういうのがこういくつかあるみたいですね、はい、まずは、はい、60年代の終わりあたりからちょっと見ていこうと思うんですこの辺の時代の特徴というとそうですねまあファッションと言われるものは、うん、戦前戦中戦後もあったと思うんですね。うんはいはい まあ本当にあのもんぺファッションなんてそんな時代が生後入ったりっありましたけどもでもやっぱりこう西洋服というよりは西洋っていうものをみんな憧れてましてねそういうものをどんなふうにして向こうに近づけられるかっていう、うん、まあ洋裁を中心としたっていうのは多かったんじゃないですか洋裁とか <laughs> 文化とか、はい、何とかして型紙一つもあったわけ、はい、ですよね。はいはい、それがやっぱりこう まあ六正確では六十年代後半七十年代、うん、あの日本だけじゃなくて、うん、こう決まりきった歴史、うん、クラシックそういうものを、うん、なんかやっぱり十分な変えていきたいっていう,うそういう時代だったんですね。だデザイナーは誰もがほにも褒めてもらえるような洋服を作るんじゃなくて、うん、なんかこう今の言葉で言うとアバンギャルドっていうかう未来を見据えた。 自分だけのものづくりみたいなことをね、うん、なんか始めた時代ですよ。えだからこの当時はやっぱりいろんなこうアーティストやそういうのもどん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 育ってきた。ね、えーえー、それともう一つはね、うん、ファッションっていうのは、色だけ言うと、一般庶民のためのファッションになってきましたよね。うん、まあ、後々はストリートファッションなんていう言葉出てきましたけど、うん、高嶺の肌だったものが、ね、うん、きれい。 背の高いお姉さんのピンとしたお金持ちの人を見て、うん、うわーって見上げてよだれたりとかそれがどん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 自分たちのもに持ってこいよっていう、うん、そういうこう動きがあった時代で、うんうん、このころからファッションがずーっと大きく変わり出しましたね。うんなるほど まあさっき型紙の話が出ましたけども、そういうあの型紙をついたものを買ってきて、あのね私の母親世代はみんな自分で作ってまねこして作ってましたよね。そうですそうですそうです。あのああいうね本の中ね付録がついてましてね。ねみんな足踏みミシンで作ってました。そうですそうです。で僕もやりましたよ。あそうですか。だからまあ洋裁ですよねあの頃はね洋裁ね。うんうん。だそれがもうちょっとね。うん。 この頃からアートだとかさ、うん、クリエーションだとか、うん、その言葉が出てきて、ね、見たことないような洋服とかね<ー>、うん、要するに、うんまあ、む昔に、うんえー、模写をするんじゃなくちまたで言うと、まあ会ってはいけないようなね女つってミニスカート。 あの男は男で僕らもそうだったなあ,あのバンジャケットってあれは別名ですよね,すよすよね石津健介さん、はい、ああいうものを日本に持ってきて、うん、IB ってこと入りましたね、ええはい、僕なんかも正直とあれ影響されましたよ。 こんなのパンツを短くして親に怒られながらでソックス出しちゃってねでソックス普通じゃダメですよ日本製がなきゃいけないの多分リスナーの方なんかそうだそうだ」って言ってらっしゃると思いますけどあとボタンダウンとかオックスフォードのシャツとかねマリンボーダーの T シャツとか知らなかったんだ。 バニラケットやさ、うん、IP が入るまでトレーナーって何だかよく分からなかったよねあ,<ー>あとパーカー <laughs>、はい、ヨットパーカーとかーんあの何のことか分からないよねううだそういうものがなんかやっぱり、うんまあれだから一つメンズ衣装の原型なんですようそういうものを日本に持ち込んだんでんんでそれが着ることによってステータス そう人との差別化うん、うん、俺は文化人だぞと、うん、この田舎町でも俺,は俺だけは進んでるぞ <laughs> っていうようなねうん、うん、でそれがまあなんかこう意識の中でファッションとしてなって、うん、それをこう身につけることが自分のステータスでありうん、うん、っていう時代を変えてきましたね生き様を変えていく、うん、まだからなんだろうこう今までなかったもの、うん

やっちゃいけない不潔なアイビーとは逆ですよ。ねピッと切れな四角ばったこの髪型もそうですよね。もうトルトルのドングイとでね。お地ずみたんブラサギとかさ。もう捨てていいような洋服着てバニュオちゃん次はいとかね。そういうような時代だったね。ちょうどあのアメリカではねいうところのそのベトナム戦争だとかね。 ああいったものを色濃く反映してたと人差別であるとかね,ね,うねそういうものに対するのはやっぱりね主張だったんだろうね,ねうでさっきコニーさんの方も口からポロっと出ました、はい、ミニスカートの話がありましたけどあ,、ね、あのミニスカートというとロンドンで生まれて日本では昭和三十九年頃から流行し始めてやっぱり決定的だったのは対義がやってきたってことですよねあれはでもさすごかったね衝撃的でだ,だって、うん モデルさんとかでいい女っていうのはさ、うん、豊満な肉体っていうようなうん、うん、そういうのがこう象徴だったわけじゃない、うん、1950年のアメリカなんかそ,ううそこにあんな棒切れみたいなポンとできちゃってうん、あれそれでねよーくね僕は見てたんですけど意外と猫背なんですよおだから今までのいい女いいスタイルっていうもののまるで逆だったん でだいたい八通身だけどあの子五通身か六通身ですよまああの子だってもう相当のオバって言ってけど <laughs> <あ>ね、うん、それであれが出てきてあの当時のサックドレスってね、うん、絞りのないね、うん、えー、そうですストーンとした、うん、頭をこう通して襟もなくて、うん、ストーンと起こうやってね、はい、でミニのねサックドレスのワンピースって。うんうん 懐かしいですね。今ちょっと思ったんですけど、あのデザインってなんかそれこそ着物みたいな直線な感じで、そうです直線です直線ですよね,ね、うん。そうですよね。そうそれでまあこうあ何サングラスやる小物でアクセントつとかね。なるなる。うん色も楽しくてね。うん、ああ。え日本でもあったよねあのレナウンレナウンレナウン娘が。 だっつっね、ワンサカワンサワンサカワンサってやってましたね。そうそ懐かしい。え衝撃的でしたよね。で、そのミニスカートのブームができて、企業でも採用されて、昭和四十五年に日本航空の客室乗務員の制服もミニスカートになりた。そうですね。で、これ森花江さんだったんですン。そうですね。まあ森花江さんはあの頃ってやっぱり西洋のね、なんかこう特にパリのモードを一生懸命こう 咀嚼して日本に持ってこう持ってこうとしてみたいんですよねうん、うん、でもやっぱりデザイナーの名前ってすごいですよね普通だったらそんなん客室乗務員にミスカートってこ、うんうんね、んなことこの時代にね。だって会社のお依頼さんなんかをメキシア建てるところ、うん、デザイナーの力ってすごいですね,、うんうん、ねなんか森花江さんがデザインったら お、いいんじゃない。こ、ね、れ、反抗されちゃうんだから、えー、大変だなと思って、ね。よく、あの、学校なんかでも、あの、あそこの制服が可愛いから。可愛いからって、入学したいっていう、ねあね。ありますよね。じゃあ、うん、あの制服が可愛いから、客室乗務員に憧れたなんて、女の子も。そうなんじゃないと思いますよね。えー、ダミースカートが女性の意識も変えたわけですよね。そうですね。えー、で、同じ昭和四十五年に、えー、開催された大阪万博。うん、そのパビリオンのユニフォームに。 サイケデリックの女王と呼ばれた越野純子さん<ー>若手デザイナーのデザインがね次々と今写真がちょっと手元にありますけどね、えー、私これ今なんか素敵だなと思いましたあのあそうね白いミニスカートに長いネクタイみたいなもの、うん、でもね純子、うん、さん僕はすごく友人ですけども<え>ただ見に行ってないよね<え>うん例えばわざとネクタイをなんかはしてみたいあ、ね、あ。うんえー 丈そういうこの対比を打ちみたいでね一般の人に受けるためにちょっとこうアイビーっぽいねハイソックスに日本ライン入ってましたね入ってましたねと一般の人がね理解をする私のようなものでもあなんか素敵と思えるこんかねそういうもの上手にうまくこう目の錯覚というかこの。 意識というかどうやったら取り入れてもらえるんだろうどうやったら感じてもらうんだろうっていうねそういう才能のねある純子さんですよ今だにすごいですよ遊びも酒飲みもたまにやってますはい元気ですよ で、一方ではですね、この一般のあの女の子たちもあんなんとかのんのがこの辺りでああそうなんねそうされて、ファッションっていうのがこう身近に感じる、うん、私もなんかできるかなっていう、真似できるかなっていうそうね、ちょっと駅前の本屋さん行けばねああそうなんですよそこにあのファッションがあるは、うん、いや,やっぱあの頃やっぱりね、ファッションを支えてたのは、うん、テレビじゃないですああ。うん、やっぱり出版ですよねおお。 うんまあ、この頃っていうのはもう、うん、出版社がもうすごい勢いだったんですね。うんうんと思いますよだからもう、うん、なんだろうこ,のこれを機にーッとファッションが広がったんです、うん、だから三宅一生さんだとか賢三さんとか、うん、まあこういう人たちも、うん、全部こういう雑誌のおかげで。うんうんうん 有名なデザイナーっていう呼称呼び方名前もこの頃からですかねこう一般に認知されるようになってたですかだから要はその、うん、なんかこう一人のなんだまあ言ってみればさ一<な>人のデザイン責任をかぶしちゃえば何、うんうん、<laughs> かやっぱり人間っていデザイナーもやっぱりそれなりに自分の名前が使われるんだったら、うん、そりゃ命懸けて戦いますよね。うんえー だからやっぱりそういう意味ではまあ何だろう大きなこう企業の中からすっと生まれるものじゃなくてやっぱりこう全部責任を持ちながらやるっていうね、まあ、この頃からやっぱりデザイナーブランドっていうのがこう認知されていったわけですよねそれまではどっかのほら今で言うとアパレル、うん、昔言うと繊維メーカー洋服メーカーがさ既製品メーカーがなんか死んいけど作ってたっていうのはね。 そのデザイナーズブランドっていうのがまたこの昭和のファッションの大きな変化の節目、ねうん。そうですそうです。もうどんどん大流行になってましたもんね。八十年代ですね。もう八十年、うん、もうまあね皆さんにれるとバブル、ね。ルそうですよね。<laughs> ーーみんな夢を見た。うん 可能性を見出したよ元気だった。そうそうそう。そんな時代ですよ。ねえ。いろんなファッションがね、そうそうディシブラン。ディシブームつってね、あの当時はすごかったですよ。で、まあデザイナーの他にもね、まああの。 サブカルチャーみたいな、そうでしたね。渋ブカジとかね。はい。ああいうものが入りましたよね。サーファールックであるとか、まあ本でいうとポパイとかね。まあそういうものを中心にいろんなあのそれこそあのなんだあのホットドッグプレスもありましたね。ありましたね。はい。ええそういうものが特集含まれて、まあ面白いですよマニュアルね。そうそう。デートどうやったらモテるかとか。 マニュアルですよねそそううだからもうねそれしかなかった自分たちに経験がなかったでしょ情報っていうのは本だけじゃないですか何がこれから流行る何が新しいあれ知らない覚えなきゃわかりますそのなんか時代の空気ですねそうですそうですみんながね新しいものにも入らなきゃもう乗り遅れちゃってっていうね考えてる余地ない乗り遅れちゃなんだって もうファッションなんか暗記ですよあれちょっとええ流行なんだっけ?」っと聞いた「えっと」みたいな学生の時に単語覚えるみたいにして必死ですよねだから本当今思うと面白い時代ですよねあとトム・クルーズの「洋物のではトップガン」なんか流やってフラッッットトトジジャャケケねねとかあんそれであの若い人もクレジットカードで昔で言うとゲップでね ゲップって今言わないでしょ。一回カードっつってね。どうしました?。繰り返っちゃった。いいなあ。ゲップ。<laughs> そう、昔で言うと,、うん、うとねど。いや、ね、でね今思うとね、あれはね、純粋でよかったんじゃないかな。うん、何かってあったら。自分の。可能性をみんな分かってたわけですよ。うん、私たちの、僕たちの給料はどんどん上がってくる。うん、もう、そういうふうに考えた時代だったんだよね。うん、いや、もう、今思うと、もう元気いっぱいですよ。うん いや元気やった時代懐かしいですねこういう話してると小西さんのブランドもどんどん急成長していってあの作られる作品もね皆さんが着られるようになってたけしさんがよく着てたとかそういう話も聞きますもんねそう自分の可能性もあったから当時は1枚の生体200色ぐらい入れてたりとかねうわすごいこれね僕の作品まで置いてあるんですよ軽井沢のある倉庫に入れてあるんです ち今ちょっとあのこのファッション誌というか資料を配信してるんですけどはい僕の作品がですねこれがまだあるんですかすもう何百何千っうわすごい、うん、でも軽井沢ですね、うんえー、実は先週大きなこの小屋を買いまして、うん、そこをミュージアムにするんです素敵ですね死ぬまでにそれは絶対 うん、完成させて、うん、私ろんを見ていただこうって言ってね。うん、だからね、あの、言い方が変わりましたね。うん、うんや、やってきてよかったと思います。で、ななクリエイターを。うん、さあ、それでは、ここで一曲まいりましょう。はい、えー、先ほどちょっとお話出ましたけど。バブル時代のね、これ大ヒット曲なんですが、うん、2017年に大阪府立富岡高校ダンス部が。 バブル時代を彷彿とさせるあの肩パッドはい、はい、でこれを入れた衣装で踊って、えーえー、この曲で全国高等学校ダンス部選手権準優勝その結果リバイバルヒットとなった曲なんですね荻野芽洋子さんダンシングヒーロー荻野<私>芽洋子さんダンシングヒーローでした今日のテーマはファッションから見た昭和の時代ゲストにデザイナーのドン小西さんをお迎えしていますいろいろなデザイナーの、うん 方の名前も今も出てきましたけれども日本から世界に飛び出したあのデザイナーの方の今年はなぜか不法がね続きましたよねまずそうですね8月5日に亡くなられた三宅一生さん,生さんの業績についてぜひね、うん、語っていただきたいと思いますあの人はね非常に何て言うんだろうなファッションいいうものを、ね、ものじゃななんですよなんかことに変えた人ってそんなイメージしますね。 いろんなカメラマンとコラボやったりして、うん、そのって畳れではいろ、はい、んな構図でいろんな光を使ってその映像に落とし込んだり、うん、ファッション衣類だってアートなんだっていうところをすごくやられた。その反面 弟子を育て,て、ブランド展開したりっていうね。ビジネスはまたそれなりに、きってやるんですよ、まあ。まさに大谷選手は二等重大。なるほど。うん、本当ですね。うん、さて、8月はね、不法が続くんですよね。うん、8月11日には森英恵さん。が亡くなられました。はい、森英恵さんって、あの、安心できる。 なだからあの人はやっぱり女性に対してもうるさいですよね身なりとかね<ー>そういうのを僕もずいぶん長くいろいろ審査員とか仕事やらせていただいたんだけど <laughs> やっぱりこう言いたいことははっきり言って <laughs>、うん、女性たるものはっていうねあと日本とかね、うん、そういうことを結構盛んに言われてましたね。うんうんうん 私も昔インタビューさせていただいたことがあるんですけど、<laughs> あの一問一答のやりとりのお答えがね、実明確なんですね。ダラダラダラといかないんですね。言ないね。スパッときますね。ピッピッとね。ねそうでございったことがあります。一ね。ですからこちらがきちっと本当に聞きたいことを明確になってないと、逆に聞き返されるというね、うんそういう怖さを感じ、ね。そうそうそう。ちょっと意外と女性ってより。 ちょっと半分男っぽさもありますよね力強さっていうのが頼もしさっていうのかな確かにすごい女性だっんですね,ねだからもう一緒に会うと緊張してましたもんそうなんですか <laughs> 怒られるんじゃないかなみたいな感じ <laughs>、うん、で僕のファッションチェックをね彼女が会うたびにね<う>、えー、洋服は保持てもらえなかったですけどね <laughs> あのファッションチェックの連載だけはね <laughs> あら、今週も見ましたわあなたそこ素晴らしいでございますあなた見てるとこが本当素晴らしいと言ってねよく褒めかいと思いましたけどねそして、うん、そうだ2年前になりますね、うん、もう7月に山本関西さん関西さんねお世話になったんですよ。 苦しい時にね、ブランドを買っていただいたりなんかしてね。うん、ちょっといろいろ面倒を見てもらいました。でも彼の素晴らしさっていうのは、僕よく新聞なんか取材でも書きましたけど。あの、まあ、言葉悪いんですよ。あの、あの人たちのことをね。報道はね、やたらファッション服職関係の人褒めるんですよ。これ違うと思う。これ、あの人の素晴らしさは何かっていうのは、別に。洋裁ファッションっていうの、勉強もしたことないの。 流なんですよだからにはそんなのいいたってとかどうでもいいって頭あるわけ、うん、あの人こそファッションをを利用して何をするんだっていう人、うんうん、だから残しとくような用具じゃないと思うの、ねうんうん、デビッド・ボーイの,あの日課ぼっかみたいなありましたよねああいうのは非常に印象ですけどもだから世間では最後の方はお祭り屋さんだとかさ、うん、イベンターだとかいろんなこと言われましたけどうん、うん、いやでもそうじゃないのよ。 ファッションを通して何をするんだファッションを着てどういう風に世の中を動かしていくんだどういう風なあの気持ちをさせるんだっていう演出家ですよねうん。だから日本では大人生じゃないのかなまあでも本当にもうこの先ないでしょうねデザイナーはね 生きてるうちに、どうやって自分を残していこうっていうね。うんうん、やっぱりそういう人たちですよね。うん、あの、こう、この何年か、何年か,とかして、こう、急に亡くなられてるのは。はい。まあ、やはり二年前の十月に。高田健三さんも。健三さんもね。っな,なってしまいました。美意識の高い方でね。<ー>あの人もね。やっぱり、なんか、お邪魔したことあったな。<ら>うん。 まあ、ねまあ、あの人もんだろうねそんなあの特別な横を作るわけじゃないけど、うん、彼の場合はあの先生の場合はんだろうなこの非常にこう色も使うし柄も使うしもともとなんだろうこのバレエの衣装とか、うん、そういうもの、うん、民族衣装とかそういうものものすごい感心が敵、うん、スタイルがすごかったですね。うんうん、ねえだから僕らはもう時代で日本で大ヒットしたのはね ベストでも建造ベストだっ,ったんですようん、うん、今逆にそれですよね、うん、今ほらワンピースでもほらなんかねベストでもぷっと肩が出てますそ、はい、うですね肩がぷっと最初10センチぐらい出たニットのベストがんですようん、うん、紙下みたいなうん、うん、あれずいぶんね入りましてねそのくせしてあのニットのねリブが20センチが太いで<ー>っギュッと穴巻きみたいに上がってね、うん <laughs> 多分僕と同じ手話のリスナー方さあさあって覚えてらっしゃるんだけど <laughs> その下にハイウエストでバギーパンツね、うん、そ,ンそれはもう賢三さんのもう本当に代表的なこのシルエットだよね、うんうん、まあでもね、うん、こういうあの世界で成功する人ってオリジナリティって大事なんですね,ね、うんうん、だから最初の頃はやっぱり西洋に追いつけ追い越せっていっそれいっぱいあったんだけど、うん、そこでは人気は出ないんですよ やっぱりその,その自分らしさっていうものを他がやらないことをどう自分の存在をこのファッションの広みみいでこで自分を出し切るのかっていうところをねヨーロッパの,そのジャーナリズムは見てるんですよー。ー,ー,デーパートででもそうですよ <noise> 僕ミラノでやった時なんかの今回は自治をいっぱい取ろうなんてやってそれでまあちょっと気になるじゃないですか今世の中のトレンドとか、うん。そうですよね、ええ これはもう。絶対売り上げいくぞ、注文が来るぞ。ってね。まあ、そんな風にやったところは、もう大変なことだった。うん、そこの僕のエージェントのボスが。うん、僕ミラ、ミラの入ったスタッフ五人で。送り込んどいたサンプルが、何にもない。うん。未だに忘れないですよ。うん、ただ、そこのオーナーがね。まあ、僕、あの、向こうの代表だった人。うん、いつから。ミスター小西は。 アルマーニになったんだいつからベースアーチになったんだいつからイタリアのデザイナーになったんだ、うん、えっ何言ってんですか、うん、お前らしくない全部東京に送り返したんですもうびっくりしました、うん、もうね襲いかかろうとしました、うん、いやそれぐらいねあの自分っていうものは大事にしなきゃいけないんですよ。 そういうことはね学びましたね人生の中で自分らしく生きているんだっていうね自分の代わりはいないぞっていうのは僕のねだから一つ合言葉になっちゃったみいねいやだから今のお話も出てきたオリジナリティにどこまでこだわれるかこだわってきた先人たち小西さんも含めてこういった人たちの流れをねこの先どういうふうにつながっていくんですか日本は。 ねえ、うん、でも今はさなかなか難しい時代がよくなってきちゃったな、うん、情報量が全然違いますよ、うん、あれみ迷うんじゃないかな何が正しくて言ってないよねだからもういろんなことで分散されちゃって、うん、選択肢が大きくて、うん、何が何だか分からないっていうのは今の時代なんでしょうね、うん、だからね失敗をしないようなことは無理なのよ うん、今はねいろんな選択肢があるから、うん、だからとりあえずだ自分を僕デザイナーなんかは出し切ることじゃないですかね自分を出し切る出し切ると思うんでそういうところまでいかなきゃダメかな、うん、今マーケティングとか,なんか中途半端どうやったら売れるとあるでしょうん、そういうことじゃないと思うね、うんうん、だからやっぱり僕は進めるのはもう出し切る出し切る,出し切ることによって、うん、まあ誰かやっぱり右手側ってのは何かを感じるわけだから、うん、やっぱり心に響くものを作っていかないことには、うん それはやっぱり真の自分を出さなきゃだめですよ片手間にねうん、うん、なんかちょっとこの辺を売れ筋を取り入れてっていうね <laughs> 僕も大失敗しましたけどうん、うん、まあそういうことが今要求されるだろうね、うん、で今若いデザイナーもまあでもね、うん、一時とくとデザイナーブームじゃないから、うん、その人の名前はどんどん出ないんだけどいや何人かは優秀な人いますよ。うんうん、僕が思うのはどういまうすよ。あ 俺がどれだけ学んでもこの感性は無理って思うデザイナーがいますよお、うん、や楽しみいますいますいそれはちょっと楽しみだそうですね,ね,すねただ昔と違うからね、うん、それをファッションショーでバーンとやるとか、うん、こうメディアにドーンと出るとかっていう自分の名前のがどんどん世の中に浸透するということはあるかどうかわからない、うんはい、やっぱりちょっと違うよね、はいうん、今の昔はスーパースターが出れば、うん っていうような欲求もしねってくれるって言いたいんじゃないからねさあそれではここで一曲まいりましょう、はい、ええー、今回は小西さんからリクエストをいただいていますけども、はい、このボビーソロの頬にかかる涙えこれをリクエストしていただきました理由はあこれはねじゃあ僕らはね、うん、さっきから偉そうに言ってますでしょ、うん、<laughs> ねいやアバンギャルドで、はい、ワイルドで、ねはい、いやでも僕らの年代って意外とちょっとこういうね、うん、こうロマンチックなね、うん メロディックなね。はい、ちょっとこういうの弱いんですよ、ね。すはい。だから妙にね、あの先端いってるようですけど意外と昭和なんですよね。まあそういうことでですね、<laughs> 僕が大好きなボビストロ、うん、これね、うん、実言うとね、ちょっと前にあの岩江一。はい,はい。コちゃん僕あの同じ年なんですけど。そうです。彼もなんかちょっとワイルドな感じでしょ。はい、うん。ところはまあ今,今日のじゃあ,あの薬老さんのあのおすすめの曲を一曲。うん あの、うん、選んでいただきましょう、うん、そしたらねボビーソロの頬にかかる涙俺と一緒やんって話 <laughs>、はい、いやいや面白いんですよでもいい曲ですよそうですか本当に聞いていただきましょう、はい、ボビーソロで頬にかかる涙ボビーソロで頬にかかる涙でした今日のテーマはファッションから見た昭和の時代ということでゲストにドンコニシさんをお迎えしています あの昭和のファッションと、まあ、今のファッションの違い、うん、先ほどからねお話に出てましたけれども、うん、一番大きな違いっても改めてどういうことでしょうね昭和と今とうん。まあ今やっぱりこうファッションって言うとあの大量生産大量消費が趣味じゃないですか。だから何が違うかって言ったら僕はねああいうものはねうんちょっとファッションというか。 まあファッションのまず、じっと、その昭和と今、定義が違いますね。定義が、うん、だから。まあ平たく言うと。うん、昔の、僕ら、その当時の昭和のファッションというのは、やっぱり自分だけっていうかね。自分をアピールするための道具だったんですよね。印象的なもんですよ。自分をどうやってアピールする。で、人と被るのすごい嫌だって。で、今のファッションは、何だっていうと。 やっぱり誰もが持ってるから、うん、今流行ってるからうん、うん、みんな着てるから私も欲しいうん、うん、っていう人とファッションの定義も全然違うんじゃない、うん、だからまあ先ほども言いましたね大量生産大量思考のなんかそういう中でのファッションですよね、うん、それしか成り立ってないような気がしますねだから今のそういうファストファッションなんて,って僕はファストファッションをね、うん、ファッションと呼ばないんですよ、うん、あれファッションって呼んじゃダメですよ 何でしょうあ衣衣類でです。す<ー>。品、うん、だからのタオルだってそうじゃないですかティッシュもあれはよくってますけど、はい、昔はもうガーゼとかね、えー、もういろんなことでだってうちの48歳の娘だっておしめっていうのは、うん、うガーゼなのおしめ僕洗うの担当でした。 ね、あ全部今使わずでしょそんなことはないよね、うん、だから物を大切にしようとかそういうことを考えてやってきましたよねうん、うん、一生懸命ほつれたものを直したりとか、うん、やっぱりそういう大きく違うのはやっぱりそういうとこかな、うん、あともう一つはあのその当時はやっぱり物を大切に物だったんです、うん、一生懸命こうアイロンをかけて <laughs> ほつれたものを直してみたいなね、うん お父さんもそうじゃないですか今仕事から帰ってくるとズボン掛けとかズボンハンガーあったでしょありましたよねありましたズボンなんか二つ折って折り目をね昭和の時ってズボンハンガーっていえましたよねあのハンガーなんで間にこうなですか挟むでまするんだってああいうね儀式というか昭和ですよ。 私もなんか、あの、昔のホームドラマでやったような気もしますけれど。今ないですよ。ないですよ。ないで今はさ、ポリエステルとか、なんか、もうね、あの、熱で固まれて折り目が取れないとか。あと、ストレッチで。そうですね。結構、親父もストレッチパンツ履いてますもんね。ね、あの、しゃがんでも破けないとか。だから、やっぱり、そういうふうには、こう、なんだろうな。違いますよ。やっぱり、洋服は大切にしないね。 うんなんかちょっとこう、うん、残念な気持ちをしますね、うん、でもそんな時代だからこそ、うん、あえてその昭和のね、うん、良さも知っているその世代に、うん、なんかこうしたらっていうアドバイスないですかあのねそれよくどうしたらいいんだってよく言われるんだけど、えー、僕が考えていることはですねファッションっていうのは時代が見えてくるしそういう内面を映す鏡だっていう、はい、やっぱりその人の内面だから。 僕なんかも今年の半分は軽い代にいるんですよと、うん、僕ら年頃の人リタイア組多いんですよちょっとさえ聞いてるかわかんないけど、うんうん、よくそういう人たちとご飯食べるときもいいのはね、はい、まあそういうファッションの話もかかるんだけど、うん、やっぱり内面から変えなきゃダメなんじゃないの、うんうん、自分がこの先どう例えば六十代の人だったらさこの残された何十年間をどう 生きていこうと思ってるのかとか、うん、そういうことをそもそも考えた方がいいんじゃないってだから中にはね、うん、まあこういうこと言ってリスナー起こる方もい,いらっしゃるか分かんないけどなんかどうにか食っていけばいいやっていう考えはダメなんですよ、うん、いやもうちょっとねあのやっぱり生か,され生かされてるっていう自分をどんなふうに、うん、のこの先を送っていこうか、うん、生きていこうかということをちょっと考えられた方がいいと思うね。うん、なんか朝起きて いつものこうね太陽を見てその太陽の恵みに感謝して健康だっつってなんか体重測定測ってみて血圧測って <laughs> 今日も健康だってそういうんじゃなくて <laughs> それだけじゃなくてね <laughs> そう何かをしなきゃ、<laughs> って思うよやることまだまだいっぱいあるわけだし自分のためにも人のためにもやっていかないゃいけないじゃない、うん、それであとね一番大事なこと、うん、諦めちゃいけない時代を見なきゃいけないですよ そこが大事なんですよねだから僕はファッションっていうのは時代をどんどんやっぱり体に吸収さすっていうこと、うん、時代に生きてるっていうことがやっぱりこうなんだろう若く入れるで年取ってくるとそういうことを何かこうそれはもう間違いなく精神的なことが中身が恋を大にすると。うんうん 日々日々でっかしてるんですよ言いたいなでっかしてるんです吸収しなきゃだめよ吸収して出す分にはいいんだよねそういうようなことでねなんかどんどんあのそういうことを同年代の人を捕まえては言ってんですけど軽井沢ではね僕の顔見て逃げる人やまたうるせえだが来たっていやいやいや伊沢さんもちょっとね 今度お会いするときにあの進化変化そうですねねこのまで一緒じゃないかって言われないようにまあでもねそれをずっとキープなされて変わらないねすごい努力でしょうね誠実なもう本当ヘアスタイルからメガネが本当にいや立派だと思いますけどね真逆だから僕とお褒めいただいたところで最後の曲に行きたいと思いますえ小西さんのリクエストで かの神田川これにはどんなお気持ちだらね昴瀬さんはね僕結構知り合いで実はですねちょっといいですかあんまり尺くっちゃいけないんだけど昴瀬さんはねフォークを始めた頃に歌をね後ろからガツンとこの自分の人生2回殴られたってうんですよ。で1回はバンジャケットこんなアイテムがあんのかフードついたりこんなの場ってバッシュを目覚めた。 でそれをずっと自分でやって次に「男がこんなもん着ていいのか」うん、つってまた2回目頭をポカンと殴られたのが僕です。だおじかの方にクローゼットに僕のフィッチのコレクションがいっぱい並んでるんですよ。うん、へえ、はい、そしてもう夜な夜な夜中にですねいろんな場合ってある、うん、行き過ぎのとこよく一緒で。うん で、ちょっと23杯飲んでほろく加減になりますとありがたいことにそのバーにいっぱいいらっしゃるお客さんに「この人はすごいよ私の人生を変えたのはこのね父さんなんだよ」父さんはね」っつってねもう鼻たかなかってねそのお店全体凍りついたようにねもう入った時と帰る時と態度が違うんですみんなね。 塩杯飲まないとそれ喋んない <laughs> エンジンかかるまで時間が <laughs> からかる彼ら電話して、ねうん、酔っ払った頃に行くすみません長い振りで、ね、酔っ払っていない神田川を、ね、神谷姫で聞いていただこうと思います,す、ね、昭和四十八年の大ヒット曲南光雪と神谷姫で神田川ではここで小西さんに番組からプレゼントがございますお口の健康から全身の健康を考えるサンスターより 野菜の力でコレステロールを下げる、日本でただ一つの特歩、緑でサラダを含む健康ジュースの詰め合わせを差し上げます。健やかな体で、これからも元気に充実した毎日をお過ごしいただくために、ぜひお試しください。こちらでございます。あらまー、健康道場。はい。はあ まあでもね体大事ですもんねそうですよ気持ちばっかりじゃダメですもんねい。やありがとうございます内側から元気をかつけて本当に元気になるお話をたくさんありがとうございましたどうもありがとうございました続いてはサンスターちょっと気になる健康の話お医者さんに行くほどではないけれどちょっと聞きたい健康のお悩みそんな悩みを皆さんからお寄せいただき専門家に答えを伺うコーナーです 10月後半の担当は、サンスターの YouTube チャンネル、おしゃべり健康ライブでおなじみの管理栄養士、今泉舞子さんです。今泉さん、よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いいたします。はい、今月は、災害時の心身の健康と栄養に関する質問を取り上げています。では宮崎さん、今日のお便り、ご紹介ください。はい。東京都板橋区にお住まいのラジオネーム、もうもうおじいさん。ありがとうございます。 娘夫婦に孫3人の7人家族です。東北での単身赴任時代に大震災を経験しました。うん、定年退職後、東京に戻りましたが、やはり気になるのは災害が起きた時の家族の健康です。うん、どうやって体や心の健康を保てばよいのか、アドバイスください。えー、とのことです。まあ、3世代ね。うん、緊急時はあの？ 一緒に暮らしている時も心配だし離れているはもっととですよねいろんな悩みがねあろうかと思うんですが今泉さんいかがでしょうかはい。あの災害時に心身の健康を保つために、うん、なくてはならない最強のものがあります<い><い>もう最初分かりました <laughs> 最強のもの、はい、何ですかカセットコンロとガスボンベです、うん、の災害時は非日常が続くことがストレスになります、うん 不安な時に普段と同じ食事をすることが安心につながります。なるほどそれにはカセットコンロとボンベで温かいものを食べることが大切です。うんうん、最近はあの災害時用の食品、昔はあの乾パンしか思い浮かばなかったですけど、<laughs> はい、今はいろんな種類出てきてますよね。はい、もうそこなんですが、はい、皆さん災害が起きた時は特別なものを食べなきゃと思いがちなんですが、うん、日常と災害時を分けずに。 普段とと同じものを食べるいいいう発想に変えてたただきたいんです、うん、なるほどこれ具体的にはどんな風にしたらいいでしょうか、うん、はいその1まず食べ物は非常時用としてしまい込まないでください缶詰やレトルト食品などは定期的に賞味期限をチェックして古い順にいつもの生活で使っていく食べたらまた足していくようにしてください、うん、これをローリングストックと言います 定期的に回転つまりチェックする気づいたら期限切れっていうのもね、<laughs> 結構あるんですよね気をつけないといけないですねはい。続いてじゃあその二お願いしますはい。自分の好きな味に変えられることを覚えておいてください<ー>例えば缶パンはマヨネーズやケチャップをつけたりクリームチーズをのせる、うん、缶詰のパンは切ってツナをのせるなど 普段から美味しく食べて味に慣れておくと災害時の抵抗がなくなりますわそれは考えたことなかったです、ねうん、無駄がなく経済的でもありますそして心の健康を保つためにもう一つお勧めしたいのはごっこですごっこはい、はい、例えば停電ごっこ断水ごっこ懐中電灯の光の中で食事をしたり、うん、本を読んだりしてみるペットボトル一本のお水だけでお料理をしてみるなど 特に小さいお子さんがいるご家庭では、うん、非常時の生活、体験しておくことも必要かと思います。うん、そういう状況を知っているだけで、精神的にも、こう、うん、ゆとりにもなりますし。普段から体で覚えておくということが大事なんですね、はい。はい、そういった意味でも、まずはカセットコンロとガスボンベを使った生活を試してみてください。そっからですね。はい、今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。した東京都のもうもうじいさん、いかがでしたか。 カセットコンロとボンベの備えをお忘れなく専門家にちょっと健康の悩みを聞いてほしいという方はどんなに小さなことでも構いません番組までお寄せください採用させていただいた方には記念品を差し上げます今日のお話は番組のホームページでもご紹介しています詳しく知りたい方は「防災クッキングサンスター」で検索してくださいサンスター ちょっと気になる健康の話でした。<music> さあお別れの時間が近づいてまいりました。うんはい、今日ドンコニさん、ね、楽しいお話でしたね。ね、お話本当、はい、楽しかったけれども。 聞きながらお互いに緊張ししてましたね <laughs> そ,うそうは言いながらもえファッションチェックされてるんじゃないかなという感じですねでもあの、ま、ドンコンジさんはねファッションですけれども、はい、いろんなことでとにかく自分を表現していく、ね、自分だっていうことがよく分かりました、ね、それを大切にしなくちゃいけないっていうことが諦めないで、はい、ね、行きたいですさて来週は船木和夫さんをお迎えしてお送りいたしますはい楽しみです。 さあこの番組ではホームページ、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックでいろいろな情報を発信しています。宮崎さんのインスタグラムもぜひご覧ください。また YouTube でも番組をお聞きいただくことができます。ラジオで語る昭和の話で検索してみてください。番組ツイッターでは今月フォローリツイートキャンペーンを実施しています。フォロー、リツイートしていただいた方の中から 抽選で30名の方にプレゼントを差し上げます。ぜひ番組ツイッターをご確認ください。そしてサンスターはウェブマガジン「ニューノーマルニューケア」で新しい生活様式に必要な人と地球の未来の健康に役立つさまざまな情報を定期的に発信中です。サンスターニューノーマルで検索してぜひお役立てください。ラジオで語る昭和の話。 お相手は宮崎よし石澤のりおでしたサンスター文化の泉ラジオで語る昭和の話この番組は サンスターの提供でお送りしました。